どうも始まりましたゆりやりくんワールド。ゆりやとくんでゆりやりくです。ご覧の通り美女と原始人のコンビです。痛い痛いいつも以上痛い。はい、始まりましたけれども、今日はねリラックスタイム第2弾でございます。で、前回くーちゃんを癒したいという企画をやったと思うんですけれども、その第2弾ということでね、今回もいろいろなアイテムを用意させてもらってます。くーちゃん、もう最近はねペット業界でも、ワンちゃんや猫ちゃんのを癒すための、ね、グッズっていうのがめちゃくちゃたくさん多くて、ボディメンテナンスね、いろいろありました。くーちゃんにもうちょっと体験してもらいたいものをいくつか用意しましたんでね、今日はリラックスしてもらいたいと思います。くーちゃん、イエイ、やったー、よーし。はい、じゃあ早速ね一つずつやっていきましょう。まずは歯磨きタイム。指サックで歯磨き、今回はねプラスっていうのを買ってみました。これ通常だと多分ビタミン E とか粒々がついてない。歯磨きましょう。ね、これでちょっとふーちゃんの歯をピカピカに磨いていきたいと思います。基本的にお猿さんは歯磨きはね私たちしてません。なぜかというと、あのくーちゃんたちは散歩してる時にね木の枝を噛んだりとか、それが歯磨き効果になっているので基本的にはやらないんですけども、結構ねこの歯磨きのアイテムがめちゃくちゃたくさん売ってたんでね、気になったんでちょっと今回これやってみたいと思います。では行きましょうか、くーちゃん。何だろうかってね、何だろうかって思うでしょ。よっ、おっ、ではじゃん。あ、すごい、つぶつぶついてます。つぶつぶついてます。水色のつぶつぶがいい匂いするでしょ、くーちゃん。これを指にはめます。そしてくーちゃんの歯を磨きます。はい、くーちゃんの歯オープン。はい、磨きます。綺麗になってんのかな。ふーちゃん歯綺麗だからな。いい顔してます。いい顔してます。失礼します。失礼します。気持ち良さそうですね。どうでしょうか。やばい顔になってます。皆さん、こんな顔はなかなか見たことないんじゃないでしょうか。切りした。はい、ピッタピタです。はい、綺麗になりました。はい、でもくーちゃん歯綺麗だからね、別に何かがどうこうあったわけではございませんでしたがね。よし、 OK です。続きましては
はい、耳垢がしっかり取れる耳草イヤーシート。草かな。耳です。こちらね。こんな耳のをキレキレしていきましょう。こんな感じの。あ、匂いはね、あの爽やかな香りです。食べない。お耳を失礼して。では、いきます。綺麗だな、くーちゃん。気持ちいい。はい、こっち行きます、はい、よくられちゃった。はい、お耳をね、きれいにしますからね。気持ちよさそうですね。気持ちいいんだね、くーちゃん。早っ。クーちゃんなんか綺麗なんでね、特になんか茶色くなったわけでもなく、はい、でも気持ちよさそうにしてましたね。あ、いい香りがします、クーちゃんの耳が。はあ、いい香りです。うん、すっきりしたね。続きましては、食べても安心肉球クリーム透明の靴。これね、多分足の裏を保護するんですよね。しかもね、これね、無添加で自然なものでできてます。とにかくね、暑くて硬いアスファルトや冬の冷たい砂石のダメージから肉球を保護しますってことなんで、くーちゃんの足の裏とね、手のひらもちょっと保護していきましょう。うん、なんかいい匂い。保護して、アロマの香り、フローリングとか滑りにくくもするって書いてある、ね、いろいろこの手足の環境を整えるらしいですよ。いい匂いだね。これはいい香りです。うん、マッサージしながら、足も行きましょうか。足を、あ、もうやってくださいモードに入りました。クーちゃんがいよいよやってくださいモードに入りました。はい、任せてください。足保護させていただきますね。このかかととかね、行きましょうか。あ、ほんといい香りこれ。あ、まだです、すいません、お待ちください。ね、これ塗っときゃ地べたを歩いてもね、保護してくれますから。はい、はい、じゃ、すいません、まだ半分終わってない。あ、食べないでください、そのまま。なんでほじほじしたのそれ。そういう風に使うもんじゃないのこれね。はい、入れるよ。
これ結構これなんか気に入ってますね、なんか反応的に。匂いだね。いいじゃない、足は足。結構いいお値段しましたかな、先生。ちょっといけました。いい匂いとねえ、いいだろうな。あとはね、ちょっと足させていただきますかね。これは気持ちいいね、ぐーちゃん。滑らかになりました、手のひらも。いいんじゃないでしょうか。くーちゃんいかがでしたか。ああよかったですか。あ、ちょっとお待ちください。ちょっとすいません。いかがでしたか、くー先生。手のクリームかなり気に入ってたような感じはいたしましたね。どの手でもすごくいい香りでね、すっきりいたしましたね。ね、定期的にこうやってメンテナンスしてね、キレキレしていきましょう。はい、では本日の占いです。どうぞお願いします。えい、天秤座が出ました。さあ、私の星座です。はい、天秤座の皆さん、今週すごいいいことがありますよ。はい、というわけでユリアリクワールド、またお会いいたしましょう。じゃあね。この手で最後お願いします、はい、あ、いいです。いいいい、この滑り止めきちっと効いてるから、いつも以上にいい感じです。いい音も出てる。あ、いい音です。あ、素晴らしい。じゃあね。